中東は平成率？中東で就活？って混乱しているそこのあなた。中東は平成率は大学部の名前なんですよ。こんにちは、就活アドバイザーの京香です。月に200万回就活生が訪れるウェブサイト就活の教科書を運営しています。今後もためになる動画を投稿していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。突然ですが、皆さんは中東は平成率って大学群聞いたことありますか？きっとほとんどの方が聞いたことない大学群だと思います。それどころか中東問題について検索したのにこの動画に行き着いたなんて方もいるかもしれません。中東は平成率は中央学院大学、東京国際大学、和光大学、平成国際大学、立正大学の4校を一括りにした大学群です。大学名まで聞いたら、あ、箱根駅伝に出てる大学だなど、どこかで聞いたことがあるよって方もいるかもしれませんね。そんなスポーツで有名な中東は平成率ですが、就活事情は一体どうなのでしょうか？体育会系は就活に強いので、もしかすると就活でも有名企業に就職しているかもしれません。そこでこの動画では中東は平成率の就職率や有名企業就職率を明らかにしていきます。それでは行きましょう。中東は平成率の就活実態を明らかにする前に、そもそも就活における学歴フィルターってご存知ですか？残念なことですが、就活では有名企業をはじめ、未だに大学の名前で就活生を区別する学歴フィルターが存在します。こちらが一般的な就活学歴フィルターです。いかがでしょうか？このように就活学歴フィルターはおおむね大学受験の偏差値と比例していることがわかります。一方で卒業生の多い造形、マーチ、カンカン同率が一般的により難易度の高い地方国公立に就職実績では勝っていることもよくあるんですよ。ちなみに中東は平成率は学歴フィルターに引っかかると言われていて、下から数えた方が早いのが現状です。さて、中東は平成率の大枠の立ち位置が理解できたところで、続いて中東は平成率の受験難易度を確認しておきましょう。今回はよく比較対象にされる大東亜帝国の偏差値と比べながら紹介していきますよ。中東は平成率の偏差値はこちらの通りです。中東は平成率の偏差値を見てみると、おおむね35から 42.5 の間のようですね。一方で大東亜帝国はおおむね偏差値40から55前後のようですね。中東は平成率の偏差値と比べると平均的にプラス10ほど偏差値が高いようですね。続いては中東は平成率の新卒就職率をご紹介していきます。まず一般的な新卒就職率の平均値をお伝えすると、令和3年度の新卒就職率は 96% でした。一般的な大学生の 96% は大学を卒業するまでにきちんと就職先を見つけているようですね。それでは果たして中東は平成率の就職率はどうなのでしょうか？なるほど、和光大学は和平成立していないからこの数字なのでしょうか。冗談はさておき、就職率トップは平成国際大学で 97.3%、 逆に最低は和光大学で 61% でした。就職率 61% は正直ちょっと衝撃的な就職率ですよね。内訳を見てみると、進学以外の就職希望者が519人、実際の就職者数が317人でした。就職しなかった人の内訳を詳しく見てみると、就職準備中の方が96人、進路不詳の方が44人、アルバイトに就いた方が35人、その他が27人でした。中東は平成率と一括りにされていますが、就職率の面だけを見てみると、中東は平成率の間には非常に大きな格差があることが浮き彫りになりましたね。続いては有名企業就職率をご紹介していきます。結果を見てみると、平成国際大学が唯一 5.8% で177位にランクインしていますが、その他の大学は全て200以下または計測不可能のランク外という結果に。就職率に続いて平成国際大学が有名企業就職率トップで、平成国際大学が頭一つ抜けていることがわかりますね。平成国際大学は民間企業以外にも警察官、消防官、自衛官への就職が多い大学で、地方公務員を目指す受験生にとっても満足できる大学ではないでしょうか。民間企業、公務員への就職実績を考えると、偏差値50以下の関東の大学で就職の強い大学を探している方にとっては、平成国際大学は選択肢の一つに入るかもしれませんね。はい、ここまで中東は平成率の立ち位置、受験難易度、就活実態について解説してきました。大学全体から見ると、中東は平成率から有名企業へ就職するのは現実的になかなか厳しいことが分かりましたね。一方で平成国際大学は就職に強い大学だということも分かりました。でも就活で本当に大切なのは、大学名や学歴ではなく個人の人間性や能力、そして有名企業への就職よりもそこで何をするか何をしたいかということが大事だということを忘れずに、就職活動を頑張ってください。就活の教科書公式 LINE では、今取り組むべき就活対策がわかる就活力診断と後悔しない就活方法の配信を用意しています。何をすればいいかわからない、就活や将来が不安と悩んでいている方、就活で取り組むべきことを明確にして他の就活生と差をつけたい方、自分の就職したい企業を見つけて就職したい方、そんな就活生はぜひこの動画の概要欄から登録してください。さらに今なら就活がゼロからわかる就活完全マニュアルを無料で配布しています。他にも合計9つの無料特典や4つのオリジナル診断を用意しているので、ぜひ今のうちに下の概要欄から登録しておいてくださいね。もしこの動画がためになったという方は、動画投稿の励みになりますので、いいね、コメントなどいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。